広島市中区、もうこの日向の温度はもう 38.3 度、今2度になりましたが、もうこの辺り、もう38度が続いて、本当にうだるような暑さです。こういったこう日陰が本当に恋しくなりますね。日陰入るとこう温度もですね、少し歩いただけで37度、もう日陰と日向でもこんなにも、今36度ですよ。朝からぐんぐんと気温が上がり、午後3時前に 35.5 度を記録した広島市中区。どんな風にして暑さに勝ちたい？うちはね、青いでどう？やはりもう広島市内どこ歩いても暑いという感じですけど、こちら橋の下で休んでる方いらっしゃいますね。少しでも暑くないところ。そうです、単純にこの服というか、何ですか、扇風機がついた服装です。かなりこれはあれですか、だいぶ違いますか。体感としてもそうですね、全然ないとやばいです。外は非常に暑いですが、デパートの中どうなんでしょうか。もう入った瞬間、もう快適さが分かります。手元の温度計もですね、27.1 度、かなり快適ですね。そんな店内でこの週末特に注目されるのが、地下2階ですけども、土用の丑というこの目立つポスターが貼られています。そしてこちらのうなぎ屋さん、今もうまさにたくさんのうなぎが焼かれています。今朝さばかれた新鮮なうなぎを一枚一枚丁寧に網に乗せ、次から次へと焼き上げる店長。あさっての土用の丑の日を前に、今日と明日は特に忙しくなると予想しています。で、今もちょっとなんか汗がどういったところにこうちょっと期待して？普段ですね、なかなか手が出ない商品なので、そこのうなぎの力を借りてですね、この暑い夏を乗り切りたいなと。店長のいらっしゃるところも非常に暑いと思うんですけど疲れ気味です去年がちょっと悪かったんで、今年はもうちょっと上向きになってくれれば嬉しいし、今年の今の意気込みとしてはどれぐらい300ぐらいいけばいいんじゃないですかね。300、400いけば暑いから皆さん買っていただけると思いますんで、それを期待して